多くの夢や希望、そして思い出が交差する街、その名も渋谷。毎日のように渋谷に来ていた私も、ここに降り立つのは久しぶりだ。そう、今日はランチ Vlog というものを撮ってみたのである。見てくれ、この綺麗な、むしろ雲しかない曇天を。心配するな、みんなという心の傘を僕は持参してきている。ええ、そうです、プレゼントでいただいた折りたたみ傘をちゃんと使っております。皆さんいつもありがとうございます。さあ、テクテク歩きまして、ちょっと雨がですねきつくなりましてですね、傘を差しておりますが、そうですね、この時はまだそうね寒かったかな。まだ寒かったってどういう表現なんだろう。さあ着きました。長崎ちゃんぽんとなんか見えておりますけれども、旗が揺らめいておりまして、さあここからですねどん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 奥に入っていきましょう。奥に入っていきましょう。路地裏みたいなところを通っておりますけれども、はい着きました。ここあの孤独のグルメ、井の頭五郎さんも訪れた長崎飯店という、なんともいい雰囲気のね、もうメニューから感じるよね。こういうメニュー見た時に、あ、もうメニューがここに来る前に美味しいかどうか分かるっていうね。もう、あ、もう美味しそうなお箸お箸まあじゃあまずはですね、その井の頭五郎さん、リスペクトを込めて五郎さんのナレーション風でお送りしたいと思います。なんだこのソース、緊張ソース、何やらこっちが緊張してしまうソースだな。後でかけてみるか。ちなみに奥の席はですね電波こんな感じになってて、全然電波がねなかったので連絡取れませんでした。だから僕と連絡取れないっていう方はぜひあのこの長崎飯店にいるんだなっていうことを想像してください。さあ待ってる間ですね、ピアニカを弾いて、さあここで到着しました。皿うどんを注文させていただきました。麺がね柔らかいのと硬いのがあったんだけど、僕は硬いのにしました。パリパリした方が美味しいかなと思って。でもね柔らかい麺も美味しそうだよね。ちなみに五郎さんはなんか柔らかいの食べてたような気がするな。こう来たか、なるほどな。よし、熱いうちに食べるか。いただきます。こんな感じだったっけ、五郎さんのナレーションってこんな感じだったっけ。食べる、うん、うまい。魚介がたくさん入ってて、これはもはや海を食べてるような、そういう例え方はどうなんだろうか。うん、食感も最高だ、うん、箸が止まらない。さあここでですね、僕の苦手な牡蠣が入ってたんですね。でも食べちゃう、今日は食べちゃう。うん、味はどうでしょうかね。グッといただきました。うまい。なるほど、牡蠣はこうやって食べると美味しいのかね。僕ね牡蠣フライとかもねあんま好きじゃないんですけど、まあ皿うどんに入ってる牡蠣はなんか食べれましたね。さあここでお酢を投入。なるほどな、元の味がいいからお酢のかけすぎは注意だってゴンコロさんも言ってましたね。言ってました、僕それ覚えてます。だいぶかけすぎたかもしれませんけど、混ぜていただきます。なるほど、またこのお酢とこの皿うどんの旨味が凝縮されてミックスされてミックスなんて言わんだろさあここで餃子が到着したんですけれども、画角オーバー、ちょっとピントも合ってませんけれども、これ普通の焼き餃子なんですけど羽がついてる。もうねインパクトしかない餃子ではないんですよ。味もしっかり美味しいはずなんです。では餃子をいただくとするか。これこれ、こういう餃子が一番美味しいんだ。余計なことはしない、ただシンプルにまっすぐ餃子だとアピールしてくれるこの餃子、これがうまい、うん、皿うどんとの相性も抜群だ。
少しパリパリするところとこのしなっとしたところがうまいんだ。そして緊張ソースをかけてみるか。どんな緊張ソースなんだ。ウスターソースとは書いてあるが、この皿うどんの海鮮と混ざり合ってさらに美味しさが増すのであろうか。食べてみる。早く食べろ。あん、まあんなんか言わんよな、このさ間違えた。あん、うまいな。じゃあ孤独のグルメ知ってる人見てみて。ほんと、あの3分の1は合ってるから。グッといただきました。うん、お酢足りないな。入れちゃおう入れちゃおう、どんどん入れちゃおう。絶対こんなんじゃない。で、餃子の中身見たいよね。餃子ね、ちょっとね、箸でね割るの難しいなーって感じだったんだけども割りました。肉汁がねすごかったね。噛んだ時にね、これは小籠包かと思うぐらい肉汁が。餃子はね、なんか皿うどんももちろん美味しかったんだけど、これ餃子だけでも食べに来る価値あるんじゃないかな。皿うどんももちろん食べてね、ちゃんぽんもあるからぜひ食べてほしいんだけど、もう本当にね、餃子のクオリティレベル高すぎて頼んでよかったなと思いましたね。これ五郎さんはね、春巻き食べてたかな、孤独のグルメの五郎さん。僕は餃子にしました。めちゃくちゃ美味しかった。ただ一人で食べるには結構ね、ボリューミーな餃子だったので、あの胃袋に自信のある方はぜひ注文してみてください。めちゃくちゃ美味しかった。また食べたい、また食べたい、食べたい、うん、また食べたい。うん、最後に一口、さあごちそうさまでした。五郎さんはね、ここからさらにねちゃんぽん行ったりするからね、すごいよね。いやー、綺麗にいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。本場の味、長崎飯店。なんか店舗他にもあるみたいなんですけど、僕は渋谷の店舗に訪れました。とっても美味しかったです。さあ、渋谷を引き続き散策したいと思います。ちょっちゃ昆虫がいた渋谷にも。さあ、渋谷のメガドンキ、これ移転したよね、だいぶ前に。この前のドンキの方がなんか結構思い出がいっぱいあるんだよな。さあ、タピオカ屋さんも健在しております。さあ、スニーカー屋さんもおしゃれなスニーカーがたくさんあります。このニューバランスのな、かかと踏めるやつ欲しいな、今度買おう。あ、コアテックスとナイキのコラボ履いてる。今日はちょっと雨降りそうだったから履いてきたんだよね。イケてるぜ、ポケモンゲットだぜ。さあ、兆楽にやってまいりましたね。ここはね、何回も通ったことあるけど入ったことないんだよな。芸人さんたちがねここ絶賛してますよね。隣に劇場もあるしね。行ってみたい、今度行ってみよう。クレーンゲームにやってまいりましたけども、今日はねグレームゲームしません。このヤンキーの鳩たちがねちょっとね僕を遮ってるんですね。この渋谷の鳩はですね、人慣れしすぎてます。いや、もう車慣れもしちゃってて、そんな横断はご法度ですよっつってね。ハロウィンは横断歩道のコスプレなんてどうでしょうか。車にひかれないように気をつけてくださいね。さあ、そこでですね、お腹が空きましたので、お腹空いたは嘘です。ちょっとデザート食べたいなと思ったので、食べログですごい評価が高かったクレープ屋さんにやってきました。見てください、かわいいよねこういうところもね。犬をつなげられるところなのかな。うん、僕はここにねつなげられて、クレープが出来上がるまでここで待ってました。誰が犬やねん言うてな。そうこうしてる間にクレープは出来上がったで。一番シンプルなメニュー頼んだかいな。砂糖とシロップやったかいな。中はじわと外はカリッとってやつやな。美味しかったわ。ということで、最後までグルメ Vlog ご視聴いただきありがとうございました。食べた後はそう、体健やかちゃダブル、飲み忘れたらあきまへんな。